こちらはデラックスアイデンティティディスクという映画トロンレガシーのおもちゃです。映画の中に登場するアイデンティティディスクという武器だったり、まあいろいろ重要なアイテムになったりするアイテムがあるんですけれども、それの、まあ、ほぼ原寸大なんでしょうかね、のおもちゃです。スピンマスターという海外のメーカーから出てます、はい、薄さはこれぐらいですね。裏はこんな感じです。ここに電池が入ります。このディスクは暗いところで光るので光らせてみます。こんな感じ、光と音が出ます。音は何パターンかありますね。